Hey, what's up? 山本です。私は今パナマの首都パナマシティにあります特免空港に来ております。先ほどコパ航空のフライトを使いましてコロンビアのボコタからやってまいりました。本日お届けする動画パナマの滞在記お届けしたいと思います。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報をフライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回はパナマの滞在記をお届けするんですけども、本来は私今頃ドミニカ共和国にいる予定だったんですけども、以前の動画でもお話した通り私飛行機乗り遅れてしまいまして、後続の便に振り返ったとしても自腹切らなきゃいけないということもありましたので、どうせ自腹切るんだったらもうドミニカ行きたかったけども初めて乗る航空会社コパ航空乗ってみようと思って半ば乗りで今パナマに来ております。今回はパナマの滞在記なんですけども、実はボコタから出発したこのフライトですが乗り継ぎ扱いなんですよ。明日の夜また別の国に行くフライトを押さえております。24時間以内の乗り継ぎということもありますので、荷物も最終目的地でピックアップするようにしております。あとは今制限エリア内にいるんですけれども、この空港アメリカの空港のように到着と出発が同じ動線なんですよ。すなわち何が言いたいか、このままラウンジに行けるんです。22時33分ということで少し遅いので、今日はもうこのままラウンジで寝て明日の朝になったらパナマの街中に行こうかなと思います。急遽パナマ来ることになったのでマジで何するか全く決まっておりません。パナマ運河行くことができるのかもわからないです。本当にどういう風に明日過ごすか未定なんですけども、明日の夜までに戻ってこないと私はまた飛行機乗り遅れてしまいますので、今回は弾丸のパナマ滞在期とはなりますけれども、パナマの様子皆さんぜひご覧くださいませ。それではこの後はプライオリティパス使って入れるラウンジ24時間営業のところありますので、そこに移動したいと思います。今いるパナマコパ航空の本拠地ではあるんですけども、コパ航空のラウンジは9時ぐらいで閉まってしまいますので、夜通し過ごすことはできません。プライオリティパスのラウンジで今日は夜を明かして明日パナマの街中に行きたいと思います。夜10時半ぐらいですけども、この時間帯ほとんど便がないんですよ。なのでお店もご覧いただいている通りがっつりクローズしてます。今第2ターミナルにいるんですけども、プライオリティパスのラウンジ第1ターミナルにあるんですよね。ただこの感じは第1ターミナルで徒歩で移動できそうな雰囲気ですよね。なのでこのまま歩いて行ってみましょう。この空港天井高いので普通にここでバレーしたい時々バレーしたくなる欲があるんですけども、実は先日高校の OB 会があって久しぶりにバレーやったんだけども、まあ体動かないで、こんなにも人間バレーができなくなるのかと、本当に重力に逆らうことができなくなってしまった35歳の体です。このまままっすぐ行けば第一ターミナルに行けそうな気がする。ここからターミナル1ってことか。ちなみにこの空港ターミナル1は搭乗口100番台の番号になります。ターミナル2は200番台の番号を使っているので分かりやすい。あとはシンガポールのチャンギ空港と同様にこうやって徒歩で移動できるターミナルっていいよね。第一ターミナルにやってまいりました。こっちの方が古いのかな、そんな感じがします。ほとんど人の姿もおりませんし、お店もこの時間帯クローズしております。ただ今10時半です。夜の時間帯便がないにもかかわらずこうやって空港を空けてくれることが本当にありがたいわ。成田空港もこういう風にならないかな。ありました、ここです。ザ・ラウンジパナマ101から115ゲートの近くにあります。ここはプライオリティパス対応の24時間対応ラウンジですので、今日はここでお休みしたいと思います。ちょうどよく寝られそうな場所はもう先客がすでにいらしたので、今日はもうこの状態で寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。なんかこのエレベーター見たことあるなと思ったら三菱のエレベーターでした。この後はパナマの街中に行こうと思います。空港の中にはちょこちょこ SIM カード売ってるんですけれども、ちなみにこれパナマの通貨米ドルとイコールになりますので、すなわち30ドルなんですよ。めちゃくちゃ高くないですか。いろんな会社の SIM カードあるんですけども30ドルはちょっと高いので今回 SIM カード買わないです。ここではアハモも楽天モバイルも使えないんですけれども、街中のショッピングモールとかにある携帯屋さん行けば5ドルで買えるという情報を耳にしましたので、私今回1日しかパナマに滞在しませんので空港で買うのやめます。この後は入国審査行きます。パナマの空港アメリカと同じような形で到着も出発も同じ動線なのマジで助かったわ。昨日までだコロンビアだったら一度保安検査受け直さないといけないんですよ。それがすこぶる面倒だったのでこれはマジでありがたい。
パナマ入国しました。今ふと思ったんですけれども、コロンビアもパナマも初めて来たんですよ。いつも私冒頭60カ国以上訪問経験って言ってるんですけども、果たして今どれぐらいなのかなっていうのをふと疑問に思いました。もしかしたら70いってるかもしれませんが、後で計算してみたいと思います。SIM カードのオフィス等々もあるんですけれども、おそらく30ドルじゃないかなと思いますので、まず SIM カードが本当に30ドルなのか確認してから、もし30ドルじゃなかったら、安かったらここで買ってもいいかな、でも30ドルだったらここでは買いません。到着フロアなんですけども、すごく質素だな。アドベンチャーズ2000、あれは銀行か、パナマの銀行があって、警察、あとは ATM があって、その奥には両替所、タクシーのカウンター、SIM カードはやはり自販機で、金額は30ドル、あとは50ドル等々もあるので、いや、5ドル、あ、これは、ん？これなんだ？メトロのカードかな？パスだとか確認したんですけども、これやはり交通系の IC カードです。パナマでは IC カードでしか支払えませんので、現金決済できません。なので街中までバスで行く方はここでこれ買いましょう。ここで買って、この中に2ドルもうチャージされているということでした。そして足りない分はこういった端末などでチャージできますので、今回いくらチャージしようかな。確かバスが、高速道路使うバスと路線バスがあるみたいで、かなり安い金額で街中まで行くことができます。今リチャージしてるんですけれども、チャージもスタッフの方に言えばやってもらえます。ちなみにチャージは現金のみで、 IC カードはクレジットカード決済可能です。アメックスは使えません。ビザマスターになっております。一応2ドル分だけチャージして、合計4ドル中に入れるようにします。グラシアス、ありがとうございます。これでチャージ完了。1階にはレンタカーのオフィスがたくさん連なっております。他には特に何もないですね、ここら辺は。この後はバスに乗って街中向かいます。今回乗るバス、高速バスで行くんですけれども、終着がバスターミナル、そこにショッピングモールが入ってます。その中に携帯屋さんがあるみたいなので、今回 SIM カードはそこで買いたいと思います。やはり空港で買うと30ドルかかっちゃうんですよ。30ドルはちょっと辛いなっていうところもありますので、バス乗ったら終点がショッピングモールですし、どうせショッピングモールにも Wi-Fi あるでしょうし、で Wi-Fi 探しつつ、お店も探しつつ、 SIM カード買って完璧。あとはバス乗り場がどこか、これかな、パブリックトランスポート P3、 ここですね。他にもタクシー等々で向くことができますが、20ドルほどかかってしまいます。安くても今回はバスで行きます。 P3 見つけた、 Exit こっち。あ、パナマ暑いね。結構湿度もあるわ。バスはゾーン1、2から出てまして、今いるのがゾーン3になります。あ、ちょうど来たじゃん、バス。正面に見えるのが高速バスよね。高速道路使うバスと高速道路使わない路線バスがあるんだけども、これは路線、いや、どっちとも取れんな。どっちだろうか。先ほど交通系の IC カード買ったところにいたスタッフの方に聞いてみたんですけども、街中まで来てよ、どうしたらいいって言ったら、ローカルバスに乗ってメトロの駅まで行って、そこから乗り換えて行ったらどうって言われたんですよね。もちろんバスで一気ドンと行くこともできるんですけども、メトロはもう渋滞知らずなので、最悪それでもいいかな。むしろさっきのバス乗ればよかったわ。次いつ来るかわからないからね。ちなみに Google マップの中で検索すると、一度空港の外に出なきゃいけないみたいなんですよ。ここからだいたい10分弱歩くみたいなんですけどね。いや、どうすっかな、どうしよう。ちなみに空港バス、 Google マップ上の時刻表だと30分以上待たなきゃいけないみたいなんですけれども、今ちょうどローカルバス来たので、このバスがメトロのステーションに行くのか聞いてみたいと思います。このバス回送みたいなので、次のバス使えと、回送のバスでした。残念。バス到着、現地の人に助けてもらった、ありがとう。メトロの駅まで途中で行って、そこからメトロで行きます。グラシアス、ありがとうございます。とりあえず現地の人もこのバス乗ってるので、行けるところまでついてこう。メトロの駅まで行ければあとはなんとかなると思うので、やっぱり SIM カードないと不便だね。今ネットワークがないような状況でやってますので、直行のバスもおそらく空港の敷地には止まらない感じなんですよね。あ、そっか、あ、そうだそうだ、思い出した。何かの記事で見たんですけれども、空港バスは終着であったり最初の出発が空港じゃないんですよ。あくまでも空港は通過点の一つということもあるので、空港の敷地内まで入ってこないっていう感じかな。多分ここら辺が高速バスの乗り場なんじゃないかな。空港出て右側にそのまま道に進めばバス停あります。多分あれだわ、あそこがバス停みたいです。
空港に近いところにクラウンプラザホテルありました。なんて言ったらいいんだろうな、程よく田舎、程よく都会って感じがして、ちょうどいい街かもしれないね。ここはまだまだ街中までは時間かかりますけれども、パナマどんな街なのか初めて来たんですけども、楽しんでいきたいと思います。今メトロを建設してるのか、なので今度来るときもしかしたらパナマの空港からメトロで直接街中に行けるようになるかもしれません。今ちょうど左側メトロの線路を作ってる、工事してるみたいです。ここが終着かな、バスターミナルみたいなところで降りました。空港でお世話になった方もここで降りるので、多分ここからメトロになるのかな。ちょうどメトロの駅がドンとありますので、あれで直行できればいいんだけどな。やっぱりネットつながってないと不便だわ。特にかざすこともなくそのまま通過で、ここからコレドーコレドーするセントロ、オッケー、いらっしゃいす、バイ。このバスに乗れと、これどうする、アグ、オーケー、これどうする。今ここにいます、空港がここなんですよ。目的地はここになります。今思ったんだよ、これメトロの線路をたどっていくと、えなので何が言いたいか、空港からここ通りました、通ったのでここで降りて、ここからメトロでぐーんと行けば着いたんじゃねっていう。まあいいや、とりあえず、うん、もう改札通っちゃったので分かんないけども乗りますか。バス30分ぐらい待ってようやく来た、このバスで向かいます。このバスは運賃75セントです。先ほどのバス25セントなので合計1ドル、だいたい130円ぐらいで移動できる計算になります。安いけども時間かかりすぎだな、これは。なので旅行者の皆さんおすすめしません。しかもこのバス先ほど通ってたメインの大きい道路を外れて路地に入ってったのよ。どういうことだろうな。これ高速バスでこのまま高速道路乗るとかだったら嬉しいんだけどな。ようやくパナマの街中が見えてまいりました。こちらは今潮を引いてるということもありますので、かなり水は引いた状態、高いビルもいっぱいあったりだとか、一方反対側は大海原って感じ。なんだか知らないうちに高速道路走ってたみたいだわ。なのでこのバス少し高いってことか、まあ、高い言うても50セントなので70円のそれぐらいですけれども、路線バスなのに高速道路で今移動しております。ここスラムの階層たちの方々が住んでるエリアなのかな。周り高層ビルに囲まれてここだけ朽ち果ててる感じがするのよ。こんな感じで、だってもうすぐそこ高層ビルだからですよ。中国銀行の文字が見えてきます。中国の資本とかも結構入ってきてるんですかね。こっちはすごいビルだな。これホテルラスアメリカナスゴールデンタワーパナマ、ドゥドゥン。こんな感じ、メガポリスという建物の前、先ほどのでっかいホテル、ここでほとんどのお客さんおりました。こんなところに空港あるのか、ちょうどいいタイミングでセスナ機が着陸。おー着。ここはバスターミナルにもなってるみたいで、空港行きのバスも出てますし、あとはパナマ運河の直行バスも出てるみたいです。まずはSIM カード買いたいんだけども、 SIM カードは多分あのモールの中行けばあるよねきっと。自販機発見、缶のコーラよりもペットボトルのお水の方が高いっていう、まあ、ただこれも1ドルなのでそこまでバカみたいに高いわけじゃなさそう。入り口入ってすぐあったわ、 SIM カード買ってきます。無事に SIM カードゲットしました。 7% のタックス含んで 5.35、 空港で買うと30ドルかかるのでめちゃくちゃこっちのお得なの分かりますよね。ちなみに今回買った SIM カードですが、アンリミテッドのデータ、多分これスペイン語のアンリミテッドの意味だと思うんですけども、データ無制限で7日間使えて5ドルです。めちゃくちゃ安い。無事に SIM カードの購入も完了しました。腹ごしらえでここで何か食べていこうかな。ちなみに携帯ショップの入り口に警備員の方いたんですけども、本物かどうか分かんないけど腰に銃入ってましたね。そしてフードコートはどこだ。ありました、フードコート。ちなみに下覗くとメリーゴーランドもあるわ。なかなかデカめのショッピングモールだね。あ、下にもあれか、レストラン、ファーストフードのお店入ってるので、まず上から見て
下も見てって感じにしようかな。どんなお店があるのでしょうか。フライドチキンのお店はまだ開店前です。隣はサドス、アサドス、なんだこれ、バナナか、フライドバナナとか。あ、でもあれか、そんな思ったほど値段高くないですね。これも4ドルとかなので、そんなそんな許容範囲、許容範囲。はーい、ほら、美味しそうなものいっぱいあるね、これほら、どうすっか。あ、あー、いいね、いいね、いいね、美味しそうじゃん、ここも。まだまだ他のお店も見たいので、一旦、まあ、キープで他も見てみましょうか。まだまだお店いっぱいあるよ。隣がハンバーガー屋さんか。ハンバーガー屋さん、ハンバーガーじゃないな今日は。でここアイス屋さんがあって、これが、あ、これで4ドル、美味しそう。ここ悪くないね。いや、ここのやつもいいよね。いや、迷うわこれは。まだまだまだいっぱいお店あります。隣が、これはなんだ、携帯屋さんか。携帯屋さんがあって、その奥はカフェです。カフェがあって、その奥にもいろいろとお店があるのよ。どうすっかな。さっきの4ドルぐらいで食べられるやつもすごく美味しそうだったし、これがボカスビュッフェかな、この感じは。あ、ビュッフェじゃないな、1キロで 14.29 ドルぐらい、そういう意味合いか。ただポンド表記だと分かんねえな。ここも美味しそうだけど、今日はビュッフェ的なやつじゃない。他にはピザ屋さん、まだ開店前です。トイレを挟んで、ここパスタ屋さん、パスタも美味しそうだな。でも、いや、パスタ、パスタじゃない。その隣がドミノピザ、そしてサブウェイ。次、下紹介します。やっぱり日本の漫画ってすごいね。鬼滅の刃のやつですよね。何のストーリーか全くわからないんだけども、いろんなグッズが売ってんのよ。やっぱ日本の漫画はすごいわ。これドラゴンボールか。1階のフードコートエリア、アイス屋さん、 こっちもアイスか、ジェラート屋さんがあって、わあ、いっぱいあるじゃん下の方が。でカフェがあって、ここは潰れちゃったから。でハンバーガー屋さん、これまだ開店前。寿司エクスプレス、ああ、いろんなところで見るね。香港とかアジア地域でも見ますし、こんな感じ、巻き寿司が中心か。こんなのがあったりだとか、他にはん、おら、へへ、お寿司、いやいいね、やっぱお寿司は美味しいよ。ここが何の店だ、わからん。ドアパン、ここもハンバーガーとかサンドイッチとかのお店で、こっちもアチキン、あ、鶏肉美味しそうだよね。さっきの4ドルぐらいのところも美味しそう。あ、タコベルね、タコベルがあって、寿司花エクスプレス、初めて見たこのお店。あ、サラダとかもある、美味しそう。サラダもあったり、上見ると巻き寿司中心にいろんな種類の寿司あるけども、今日は寿司じゃないな。で、これがシェイク、美味しそう。サラダ、ポテトもあって、ドラゴンチノ、中華料理か、中華料理のお店。でも中華料理も美味しいよね。いや、フライドチキンうまそう。ここら辺のやつも美味しそうだな。で、ここがステーキ屋さんかな、違う、サラダバー、レノス&カーボン、ハンバーガーだとかステーキだとか売ってるお店。あ、でもステーキ安いね、これ 12.5 ドル、そんな思ったの高くない。ハンバーガーもあのデカさで 8.5 ドル。そしてウェンディーズがあって、ポパイがあって、あ、いいじゃん、いいじゃん、種類豊富で。フルピッツァ、ここは今日は休みなのかな。そしてミスターチェン、中華料理かな、ここミスターチェン、中華料理のお店だね。中華料理もいいけども、でも中華料理も今日じゃないな。バーガーキング、ゴンチャ、デイリークイーン、あのデイリークイーンのアイス美味しいんだよな。デイリークイーンやって、 KFC やって、マクドナルドがあって、これなんだ、エルドラゴンじゃない、エルなんちゃらかんちゃら、ステーキ屋さんか、ここステーキ屋さんがあって、あ、韓国料理のお店が今度できるよと。ピヨピヨ、あ、これ結構こっちで見るな。中米、中南米、こっちのエリアでよく見るフライドチキンのお店かな。あとはメガフレッシュ、ポケ&サラダ、なぬ
マグロ寿司機としてはポケの単語には反応しちゃうのよ。グラタンも美味しそう。あ、いいじゃん。だけどここにポケがない。上に見てもポケはないじゃん。まあいいや。で、お隣が三和、違う、三つ和、照り焼き&寿司。ここも日本料理の店。意外に日本料理の店多いね。お寿司言うても巻き寿司にはなるんですけれども、いや今日どうするかな。ここが最後かな。ミスターアレパ、そしてこれがなんだ、チュロス屋さんかな。チュロス屋さんがあってカフェがあって、ここで終わりと思いきや、あと2店舗アイス屋さん。以上です。今回はピヨピヨっていうところのフライドチキンとポテトにしました。これで 4.75 で、オレンジジュースにしたのでプラス30セント5ドルと5セント、だいたい650円ぐらいかな。いただきます。ちなみにケチャップがもう4つもついてきたよ。フライドチキン絶対美味しいと思うんですけれども、どうでしょうか。いきます。フライドチキン、いいね。このチキン美味しいわ。ケンタッキーとはまた違うタイプのフライドチキンなんですけども、お肉もジューシーだし、あとはサクサクだし、味付けも超シンプルなんですよね。久しぶりにフライドチキン食べた時やっぱり美味しいわ。ん、ポテト揚げたて、あっつあつだわ。それではこれで食べたらパナマ運河に行きたいと思います。ショッピングモールの向かいのバスターミナル入ってきたんだけども、人いっぱいだね。あとはバスのプラットフォームもいっぱい。ここのどこかからパナマ運河行きのバスが出てるみたいなので探しましょうか。どこだ、コスタリカとかメキシコまで行く超長距離バスも出てるみたい。バス停ですが、外側ショッピングモール側にあるみたい。そしてこの中でも SIM カード売ってますので、もしパナマ来て空港からパナマ運河来たいよって方はここで買うことをお勧めします。空港では買うのやめましょう。ありましたありました、810番のバスです。運賃は25セント激安。出発しました。特にバス停っぽいのはないので、 Google マップ使えばそのままその通りにバス出ますので、皆さん Google マップを活用してパナマ運河で検索したら出てきます。桜っぽいような色した花びらが咲いてますわ。ただもうだいぶ散って落ちちゃってはいるんですけど、今もちょうど一つ落ちたところなんですけれども、結構綺麗だね。至る所にこのピンク色の花びらの木が植えられてるんですけども、これは何なんだろうか。また今も一つ落ちました。到着。暑いな。中に入るにはチケットが必要です。上スペイン語で書かれてるんですけども、下見ると英語で書かれております。スケジュール8時から6時までです。チケットオフィスは5時で終わってしまいますので、最終入場5時と思っていてもいいでしょう。大人が 17.22、 子供が 7.22。 パナマの通貨米ドルと全く同じレートですので 17.22 ドルになります。他にもパナマ人と、あとパナマに住んでる人に関してはがっつり値段下がります。それでは中入りましょうか。あ、涼しい。外はかなり暑いのでエアコン効いていい感じだわ。まずはチケット買います。チケット購入完了いたしました。上に行きましょう。どんな景色が広がってるんでしょうか。教科書等ではよくパナマ運河目にしましたし、テレビでも見たことがあるんですけども、もちろん実際自分の目で見るのは初めてなので、この後の光景がマジで楽しみだな。すごく景色がいいんだろうな。2階にはお土産屋さんが併設されております。 T シャツであったりキーホルダーだったり定番のもの、あとはボトルホルダーなどなども売っております。ポロシャツもありますし、ポストカード、いろんなの売ってるわ。ボトルも売ってますし、キーホルダーも売ってます。本当に数多くの種類お土産売ってます。もう一つ上のフロア映画館になっております。完全に映画館の飲食ブース、いろんな食べ物売ってますけども、やっぱり映画館なのでそれなりの金額はしちゃうかな。隣にはカフェもございます。一旦外に出てまいりましたが、先ほどあそこにいました。そこから中入って今いる場所まで来たんですけれども、もう見えてるのよ少しだけ。パネルでも紹介されてます。こんな感じの雰囲気です。簡単な荷物検査があるみたいです。それでは行ってまいります。一旦出ました。ちなみに次船来るのが2時って言われたんですよ。今の時刻が12時30分ちょっと前です。なのであと1時間半後に船が通過するということなので、一度入ったらもうリエントリー再入場できないって言われたので、また後で来た方がいいよとスタッフに言われたので、
また来ますか、まあ、来る言うてもこの周り特に何があるわけではないので、映画館でおとなしく映画見るだとかそれぐらいしかやることないんじゃないかな、そんな気がします。あとちょっと気になるのがここ鉄道の線路が引かれてた跡があるんだけども、どういうことだろうか、知ってる人いたら教えてください。ちなみに今日はモーガン・フリーマンさんの映画が上映されてるみたいです。あと1時間半どうしよう。このエリア椅子もあるんですけども、もちろん皆さん座ってるので座れる場所待てる場所がないのよ。だったらもう先に入って場所取りも兼ねてそっちの方がいいんじゃないかな。やっぱり人気がある場所なので遅く行くとベストスポットが他の人最初に撮ってる可能性もあるので、だったらもう自分がまだ1時間くらいありますけれどもベストスポットを抑えてそこで待機してるっていう方がいいのかな。どちらにせよ座る場所がないので、エアコン効いた室内で快適に立ちながらですけど待つか、あとはこの暑い気温の中待つか、どうしよう。13時になりました。まだ1時間くらいあるんですけども、早めに行って場所取りしてますわ。いい場所で撮りたいのよ。グラシアス、サンキュー。さて中入りましたが、どこまでこれは行けるんだろうか。ここから見えんのかな、ん？どんな感じなんだろうか、全然。上があるのね、階段があるので階段で上上がって、あ、こういう風になってるのか、はい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 、なんとなく理解した。あたりこんな感じなんですけれど もう目の前がいわゆるパナマ運河になります。パナマ運河の中のミラフローレス校門と呼ばれる場所になります。こういったのがいくつかあるのではないでしょうか。水位が違いますのでエレベーター方式で船を太平洋側からカリブ海の方にまたは逆に進めるのがこの運河の役割になっております。中には自販機あります。お水1ドルだとか缶コーラ1ドル、観光地ですけれども観光地価格じゃないのがありがたい。ここに絵が描かれてるんですけども分かりやすいね。左側が太平洋、右側に行くとカリブ海になります。今いるのがミロフローレス校門ということでここになります。ここにいるんですけれども、そもそも太平洋と反対側のカリブ海、あとはこの真ん中の部分高さが違いますので、先ほども簡単に説明しましたがエレベーター方式で水位を上げたり下げたりすることによって船が一段ずつ横にどん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 進んでいって最終的には太平洋からカリブ海へ、またはカリブ海から太平洋に出るというこんな感じ作られているのがパナマ運河になります。運河を通る船の種類、コンテナの船だったり、あとは液化天然ガスを積んだタンカーだったり、いろんな船、あとはクルーズ船も通過したりとか、いろんな船が通過するみたいなんですけども、今日はどのような船が通過するのでしょうか、楽しみだ。すごい、まさか観客席まで用意されてると思わなかったわ。 1,2,3,4,5,6段、6列分あります。こんなに近いところ船通るのか。今も徐々に水溜められてるのかな。ちょうど正面のところ水流れております。水位が全然違いますので10メートル以上水位違うんじゃないかな。これ真ん中とその奥の部分は水位ほとんど変わらないんですけども、その次の正面、ここがひときわ水位が低いんですよね。1時50分になりました。最初の船はちっちゃめのヨットです。横見るとスタッフがロープ持ってます。こっち側にもいますし反対側にもロープ持ってるスタッフいます。奥にはもっと大きい船が控えております。ちなみにこの場所2時の40分前かな、1時20分ぐらいにはもうほぼほぼ最前列、皆さんスタンディングでカメラなど構えてましたので、最高の場所で撮りたい方は1時間ぐらい前まで来た方がいいかな。だいたい毎日朝午前中と2時から3時ぐらいの間、ここら辺から船が通過するみたいです。2時5分になりました。まだこの船は動かないんですけど、後ろから船がノロノロノローとやってきてます。まるで国会議員の牛歩戦術かっていうぐらいほとんど進んでないんですけれども、この大型タンカーもこの後目の前を通過する予定です。少し分かりづらいかもしれませんが、徐々に水かさが少なくなってきているのが分かります。先ほどまで結構いっぱいな水量だったんですけども、ここの部分もその奥の部分もだいぶ水かさが減って船が低くなっているのが見受けられます。それに伴ってこっち側、ここどん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 水が増えていってますわ。これが校門方式というやり方になります。
今目の前を船通過していきました。今回通過した大型の船はシンガポール船籍の船になっております。なので上の部分にシンガポールの国旗も掲げられておりますが、パナマの国旗もあるのでパナマ船籍なのかな、これどっちなんだろう。今目の前通過したばかりなので今度こちらの方の水位がどん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 下がっております。こちら側の水位がどんどん下がっているということは逆に通過した後のこっちの方は水位が上がってきております。このように水が動いているの分かりますよね。こんな感じで水のエレベーターを使って船を運んできております。奥にももう一隻巨大なタンカーが通過するところです。すごかったね、パナマ運河の目の前を船が通過すると。今で3時5分になります。だいたい1時間ぐらいかけて3艘が今通過していきました。もう1艘大型のタンカーが来てるんですけども、さすがに今日この後僕飛行機ありますのでもうここでパナマ運河終わりにしたいと思います。スタッフの方に聞いたら1日35隻以上は通過するみたいです。すごいね。こっちからまた大型のタンカーが来たんですけども時間がないのでごめんなさい。バス到着、戻るぞ。メトロはどうかわからないけどもバス乗る分にはこれ1枚で2人分とか全然いける。バスターミナル戻ってまいりました。今日は土曜日なので人が多いですね。この後はまたバスターミナルの中入ります。次もバスに乗ります。この後は S480 というバスに乗ります。そうなんですよ、空港に戻られないといけない時間帯、今4時ちょっと前、フライト7時なんですよ。もうすでにチェックインは済ませてるんですけども、いろいろとラウンジでシャワー浴びたりしたかったので、もう早めに空港に戻りたいと思います。空港行きのバスですが、バスターミナル2番の入り口のショッピングモールとのちょうど間の島があります。ここから出ておりまして、多分ここに泊まると思います。バス到着。ここが始発になります。
なので今回4時出発なんですけれども、今58分定刻通りに出発できそうです。一方空港から街中に向かう場合、空港が始発ではありませんので、 Google マップで調べてもある程度の時間は出てきますけれども、信用しない方がいいと思います。普通に遅れる、早くなる、あると思いますので、もし空港からバスに乗って街中向かう人は時刻表特にあるわけではありませんので、 Google マップの中に出てくる時間は信じないようにしましょう。出発します。このバスは途中高速道路乗るバスになります。運賃は75セントです。めちゃくちゃ安いよね。ローカルバスであれば25セント、先ほどパナマ運河から乗ってきたあちらのバスは25セント、このバスは高速道路走るので75セントです。それでも安い。ここから高速道路です。ちなみに普通車バイクは 1.4 ドル、安い。バスは 2.15 ドル。バス降りました。雨降っとる。そしてちょうど今コパ航空の機材離陸するところ。雨宿りしてから戻ろう。これは困ったな。一応傘は持ってきてるんですけども、今回はラウンジのロッカーに荷物いらないの置いてきちゃったので、そこに傘もあるんですよ。ちょっとやむの待とうか。パナマの空港、ご覧の通りこれ滑走路なのよ。なのでこのまままっすぐ離陸するんだったら相当爆風がここに来るんじゃないかな。面白い空港だね。ちなみに今雨降ってますけども、空港こっちなんですよ。ちょうど上にシェルターみたいなのあるので、このまま濡れずに行けそう。今回はこのバス使わずに来たんですけども、やっぱりこのバス使った方が便利だわ。めちゃくちゃ安いしね。ちなみに今いる場所は街中から空港に行く方なので、街中に行く方は横断歩道渡って反対側にもバス停あるので、そこから乗ると街中まで75セントで行くことができます。それでは空港の中戻りましょう。なのでパナマのバス世界で一番安いんじゃないかな、そんな気がする。空港から街中まで75セントから100円ぐらいで行けるってことですよね。めちゃくちゃ安い。バス停から5分ちょっとぐらいかな。ターミナルビル到着いたしました。ターミナル1が最寄りになります。こちらの空港ターミナル2もあるんですけども、無料連絡バスも走っております。ターミナル2だと少し距離長くなるかな。ターミナル1だったら全然歩ける距離だと思いますので、個人的にはバスで行った方がいいんじゃないかな。いかがでしたか。今回はパナマの滞在記をお届けいたしました。やれたことは結果的に SIM カード買ってショッピングモールで食事してパナマ運河行って終わりっていうような感じではあったんですけども、もう少しやり方、時間の配分工夫すれば楽しめたんじゃないかなっていう気はいたします。今回のパナマの滞在おさらいすると、まず空港で SIM カード買うのやめましょう。30ドルします。一方街中で買ったらたった5ドルです。6倍も値段が違います。バカらしくないですか。6倍も違うんですよ。なので空港で SIM カード買うべき人は、もう今すぐインターネットがないともう死んじまうんだというような、そういう中毒的な方であったり、いや別に30ドルぐらい全然気にしねえよという方はぜひ空港で買いましょう。6倍も違うので、いやそれは悔しいなと思う方は私のように街中に行って買うことをお勧めします。5ドルでデータ無制限7日間使いますので、かなりおすすめです。今回私は街中のバスの終着地のショッピングモールの中の携帯ショップで買いました。朝10時オープンということで、その時間帯めがけて行ったんですけれども、バスターミナルの中でも売ってたので、もっと早い時間であればバスターミナルの中でも販売しておりますので、そちらで買うことをお勧めします。値段はおそらく同じだとは思いますし、なんといっても5ドルですからね、安くて完璧です。あとは空港から街中までのアクセスですが、基本的にはパナマ交通カード、これ必要になりますので、これを空港のSIM カードが売ってる自販機でも売っております。5ドルで中に2ドルあらかじめチャージされております。何ドルかチャージした方がいいといえばいいんですけども、ただめちゃくちゃ安いんですよ、パナマのバス。あとメトロも安いと思いますし、今回乗った空港バス、帰りは街中から直行でここまで来たんですけど、わずか75セント。めちゃくちゃ安くないですか。100円ぐらいですよ。世界で一番空港アクセスが安いんじゃないかなと思ってしまう自分がおります。また行きの部分は私全く理解しておらず、 Google マップ見ると空港の外に停留所させたので、いやそれは違うんじゃねと思って、いろんな人に聞き込んで路線バス乗ったんですけども、結果乗り継ぎで行くことになって時間かかったので、個人的には多少歩いても外のところからバスでピューンって行けば
たった75セント100円以下です。一方タクシーで行ったら20ドルから30ドルぐらいかかってしまうと思いますので、めちゃくちゃ差があるので全然路線バスでいいんじゃないかなと思っております。少し話変わるんですけど、昔行ったバリ島の空港も空港の敷地内と空港の敷地一歩出るだけで料金がもうかなり違うんですよ。800円ぐらい違ったのかな、かなり違うので、ちょっとの手間ではあるんですけれども、それをやることによって3000円以上節約できるんですよ、これだけで。なので空港で SIM カード買わず、バスで街中まで行って街中で SIM カード買ったらたった5ドル75セントです。もしこれが妥協して空港で SIM カード買ってそこからタクシーで行ったら60ドルぐらいしますよ。60ドルあったらめちゃくちゃ美味しいもん食えますよ、こっちだったら。それぐらい料金の差があります。なので個人的にはバスの方がいいんじゃないかな。もちろんタクシーもベラムに高いというわけではないので、人数が多い場合はタクシーの方が利便性はいいとは思います。あとは第2ターミナルからちょっと遠いので、第1ターミナルであればこっちの方がおすすめです。バス本当に素晴らしい。あとはパナマ運河自体も8時からビジターセンターやっております。今回私2時から船が通るというのは知らずに12時半ぐらいに到着したんですけれども、朝早く行ってもいいんじゃないかな。朝早いのは太平洋からカリブ海で、夕方昼間のやつは逆のカリブ海から太平洋に抜ける船の姿を見ることができます。1日35隻以上はあそこを通過するということで、ビジターセンターがやってない夜中も普通に動いてるみたいです。やはりパナマ運河ここでしか見られないということもありますので、パナマ来たら絶対行った方がいいと思います。おすすめです。あとはもし昼の部に合わせて行くなら、ある程度早い時間で行かないと場所取りに勝てないなっていうところもありますし、まあ、ただ何隻も何隻も通るので、みんながみんなずっと何時間もあそこで船の通過を見てるわけでもないので、もし遅く行ったとしても、あ、混んでるわっていう時は一旦待った方がいいかもしれないですね。待って船が通過して満足した人が吐きたところに入るだとか、そういうやり方の方が効率いいかもしれませんね。なので今回は自分はもっと早い時間に行ってればなと、8時ぐらいにバスターミナル着いて、そこで SIM カード行って、そのままパナマ運河行って、終わってパナマシティの旧市街だとか、そういうところ行ってれば今頃もう1箇所もう2箇所ぐらい行けたんじゃないかなと。今回22時半ぐらいにパナマ運河着いて、そこで1時間半ぐらい回ったりだとか、あとは路線バス乗り継いで行ったので、そこの時間的ロスがなければもっと効率よく動けたのかなという感じはするんですけども、もう終わってしまったことなので諦めたいと思います。パナマ初めて来たんですけども本当にいい国でした。皆さんもぜひパナマ来る際は空港で SIM カード買わないようにしましょう。街中まで行けばもう SIM カードバッチリ売ってますので、タクシーはまあ、バスの方がいいけど、タクシーでももちろんいいところあるので、 SIM カードに関してはもう空港で買うのはお勧めしません。それだけを今回の動画で言わせてください。それでは本日の動画は以上になります。皆さんぜひチャンネル登録して旅行者気分を味わいましょう。その際のレフェ皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。 Twitter、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。